おみ。おみしげる。おみしげよ。おみなんとか。おみ会長。何言ってんだよ。一体いつの価値観なんだよ。何五類移行でも電車内はマスク着用よ。電車内で喋ってるのは、お前昭和の時代だろ。今はみんな下向いてポチポチスマホやってるよ、無言で。何やってんだよ。電車乗ったことないだろ。いつの話してんだよ。 昭和30年代、40年代は確かに、電車内でペちャくちャ喋るの面白かったよ。その頃の印象未だに引きずってんじゃねえよ。今、電車に乗ると、下向いて、スマホいじって、耳には、イヤホンつけてるわけだから、誰も喋ってねえよ。電車内だからこそ、マスクいらないんじゃないか。だいたいなんで電車でクラスターなんて起きてないじゃないか。あれほど三密だとか何とか言っといて。満員電車はなぜ放置なんだ。そこらへん、 上手に歌ってみろよ。おみ、おみ、よかったじゃないか、前の病院儲かって。何自分で危機器煽って、補助金をしっかりと出させる算段打って、自分の病院に補助金誘導して、で患者を受け入れない。儲かったじゃん。ねえ。よかったよね。やっぱ最後の最後に、人生の最後に人は待てたよね。いややっと俺の出番が来たやっと私の出番が来ました。クラスターみたいな感じだよね。 クラスターが食らわされちゃうよ。お疲れ様でした。